愛はお財布じゃないでしょ。なら面白くないからやめて。スラッとしてて長い。それに喉仏がない。私、ミワです。じゃあ、桃太郎さん？痴漢にあったんです。毎日同じ人だったんですけど。本当本当、デビューしたら駆けつけたい。わかる、その気持ちわかります。私たち大ファンだから。鈴原みなみです。え、あ、身体操分なんです。体型を変えるなって先生に叱られてばかりでした。忘れ物を届けに来ました。夫はいいって言うのよね。香水の色が違う。神秘的。隠すことないと思う。僕、君みたいな背の高いクール美形がドストライク。心は男子なんだよ。私っていうのがなんか恥ずかしくて。こういう場合、どっちを憎むかでその人の心理学的傾向がわかるの。例えば、浮気した旦那さんの方か、誘惑したでしょって相手の女の方か。男子と女子の自殺は意味合いが違うからね。男は目的の、女は感情の。死の誘惑があったとしたら。この子すごいね。久しぶりだね、ネイル。あなたにさよならを言う機会がもらえて、神様に感謝しないと。今日はとってもいい天気だから、あんまり寝てばっかりいっちゃダメよ。洗濯物干してあるから、お昼過ぎたら取り込んでおいてね。ママ、今日は朝から会議だからもう出るからね。私たち、あなたたちのファンになっちゃった。私たちもパパ活したもんな。大至急、ユーユーを追っかけて死んだの。怖がることないって。あいつらは私にしか向かってこないし、あなたはこの世界では不死身なんだから。エッグを買ったからよ。女は衝動的で他人の声に影響されやすいからね。だから性別であーだこうだ言うなよ。ごめん、あいつの匂いも見た目も生理的に無理だったの。すごいすごい。でもドギモって何？おじさまって、パパと私のママを争ったって本当？教えて教えて。悲しかった？辛かった？あ、沢木桃江です。メイです。でも本当、愛がおじさまの生徒だったなんてね。束縛は嫌。私の自由にさせて。まあいいわ。ねえ、私の髪綺麗でしょ？だってパパが美人は財布持っちゃいけないって。それに私のお財布ちゃんが遅刻してるんだもん。これは社長の夢を録画したものです。ここで研究している技術を使えば、脳波を分析して。コンプレックスを持つ必要はないよ。とても魅力的な瞳だからね。太田さん、こんばんは。あ、手伝いますよ。これであなたも救われます。悩み事はなくなるのよ。全部全部。いいか、待って。今日誕生日でしょ。好きなもんでも買いな。あんたまさかまだあれ持ってるの？私は小糸ちゃんがどうして死んだのか本当のこと知りたいから。でもそれで多分パパは出て行っちゃったんだと思う。